お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュライルやっていきたいと思うんですけど、今日はね、特別なゲストをお呼びしております。いらっしゃい、焼き鳥です。はい、というわけで、はい、ちょっと萎えちゃったんですけど萎えるな。今日焼き鳥がね、僕ん家に勝手に転がり込んできたので毎回勝手に転がり込んでるじゃん。まあ、軽くね、喋りながらやっていければいいかなと思います。で、今日なんですけども、こちらのエリゴレデッキを紹介したいなと思います。チンパンじゃんで、このチンパンデッキちょっと前に流行ったんですよ、うん、めちゃくちゃ流行ったんですけど、クラロワ会にね、こうもう ね、なんて言うんだろう、サービス終了デッキとして、ね、そう、すごい、ね、有名だったんですけど、ここ最近見られなかったんですけども、ここ最近ロケット星がすごい暴れてて、いろんなデッキにロケホーが暴れてると、はい、ロケホーでも嫌な目に遭いと言ったところで、このエリゴレがなんと復活してきました。迷惑なことにね、すっごい迷惑なんですけど一生沈んでてよかった、ね、本当に一生沈んでていいのに、最近ゴレクロの柳雨だったり、本当なんかラバルの柳雨だったり、エリゴレの柳雨だったり、柳雨がね、今来てると言ったところでやっていこうと思ったんですけども、はい、なんでユニレベが足りないのは足りないんですけど、育ちました。マジでグラチャレ動画でね、めっちゃやってたんで、皆さんのおかげで育ちました。なので完璧に育てあげたいと思いますしっかりね、レベル完走してゴールドもあるんでね、うん、で、エリゴレも上げつつ、さあ、待って、やっとさん金持ちっすね。いや、そうなんですよね、焼き鳥みたい。待って、事件意味やかない、どういうこと待って、逆にそんなことある、1枚待って、どうやったら1枚だけ足りねえんだよ、ね、逆に。あ、待って、これ報酬受け取れば、お、来た、熱い、それは来るぞ。え、あ、待って、違う、あと2個しかない違う、本当に、ちょ、おー、来たー、来るんかい、しかも来るんかい、強運すぎるやろ。さあ、これでエリゴレ完走しましたと、ったところで、熱い。チンパン始めていきたいと思いますね。さあ、というわけでやっていきますけいい、頑張ってください。まあ、初手エリゴレね、やっていきたいんですけども、初手エリゴレからのヒーラーダクネでも勝てるんですけども、そんなことある。いや、勝てるんですよ、本当に、このデッキはね。そういうふうに作られてます。でも、その上で、相手の逆サイをフルで無視しないといけないのと、やっぱヒーラーとかダクネがね、セットで必要になってくるので、ヒーラーダクネがないので、ちゃんとね、ゆっくり待っていきたいなと。思いますね、僕丁寧なんでね、何でも丁寧なエリゴレと、そう、丁寧なエリゴレな、まあ、第1試合目はやっていこうかなと1試合目はね、1試合目はです、そうですね、ヒーラータクネがないので本当にどうしようかな、なんか怪しいの構えてる回しちゃいたくなっちゃいますよね。これなんか困るよね、動画撮るときにさ、待ちたくないじゃん。いいじゃない、加速させとけば自陣の球、とりあえずね、圧をね、圧でもびっくりしちゃったエリポン置いてくんのかってこれ思うよね。でも何これって今動揺して何も動けなかった。あ、でもネクストになんとですよ、皆さん来ました。なので行っちゃいますか、これは熱い展開ができるね、行きたいと思います。で、ヒースピからのダクでもできますね。で、ヒーラーをこのエリゴレにつけるのが大事ですね。なんか一緒に処理されたくないんで、離すパターンもあるんですけども、基本的に一緒の方がヒーラーがね、回復してくれるんでね、よく。なるほど。さあ、というわけで、相手のデッキがよくわかんないですが、コウモリとか来んのかな？なんだろう、これ。ラバとか？おう。で、ヒースピで回復して。あ、これは、マスカ？マスカ？全部回復して。マスカ？からの？まさか？あ、まさか？やばいやばい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。謝ったからいいよね。確かに。謝ったからトントンみたいなとか、ね。相手、遅延スキラとかですかね、これ。なんか、ごぼうりの。確かに。本当にごめんなさい。さっき、焼き鳥に、エリゴレどうか取った方がいいよって言われて。いや、言ってないです。わかったって。しぶしぶ今日エリゴレです。俺がやらせたみたいな。で、これはね、ライドラーって結構スケラボーイで優秀で、あと柳雨もね、こううまく組み合わせることによって、ほぼ守れます。あ、強い。丁寧なエリゴレです、これが。丁寧で、インドラ焼いちゃって、2周目も回ってきちゃうからね。まあ、ヒーラーにしますかね。一体な。一回ね。ヒーラーからのヒースピで回復しつつ、ヒースピこれ潜らせてる。あ、潜らせてる。潜らせてる。飛ばない。待って、俺のヒーローいねえ。全然いない、全然いない。なんで全然いない。けど、チェーンドラゴンでね。チェーンドラゴンでね。まあ、勝ったんで、まあいいかなみたいなとこあるんですけど、気持ちね。あ、インドラが。で、これは、インドラで、とオールとかだって。これヒーラーで、まあ、ポイズン打ってくれたら美味しいんですけども。回復しちゃうからね。お、待って。うん、全然回復しないじゃん。なんで、あ、終わった。え、あ、ん、あ、うんちょ、あ、うえー。
というわけでね、まあ、今回丁寧な入り頃を見せていったわけなんですけど、まあ、第2回次ね本当に丁寧だった気持ちね、あ、本当にでもこれで勝てちゃう、まあ確かに勝てちゃうんでね、よくないんですけど増えちゃってますね。またさあというわけでどんどん行っていきましょう。というわけで今日ね、バッティングセンターに行ったんですよ。みんなでご飯食って、その後にね、僕人生2回目のかな多分ですけど、バッセンね、バッティングセンターね、そう行ってきました。エリゴレ出します。なかなか行かないけどね、バッティングセンターとかも。いやそれね、なんか野球部だった人とかならめっちゃするのかもしれないんですけど、うん、僕らはね全然野球経験しない全然知らない人なんで。そうで、前回僕めっちゃ打てたんすよ、なんか知らないけど、センスあるなと思っていや本当に笑い事じゃなかった今笑うとこじゃない若干ね、そうだから、あ、ごめんなさい、謝ってきます先に、ごめんなさいごめんなさい、かわいそうかわいそう、ごめんなさい、戦おうとしてるのに、ごめんなさい、ちゃんと戦おうとしてごめんなさい勝っちゃった大事な、勝っちゃった。しかもエレキ咲いたんですよ皆さん、でも相手諦めます、本当にごめんなさい、僕そんなことしてくないのに、回復してる、よくないなこのデッキかわいそう、かわいそうで本当にごめんなさい、隣の人がやれって言ってました、はい、違います、ごめんなさい、違います。そうでね、バッティングセンター行って、うん、前回めっちゃ打てたから今回も自信満々になんか焼き鳥が、いや打てるかなみたいな、うん、言ってたんですけど、じゃあ俺がねこう見とけ、うん、全く出なかったんですよ僕なんならね焼き鳥の方が打ててたんじゃないか、これが手本かなるほどね、いやでも結構むずいんですよね、でもそうたまに当たるんで、当たるのは当たるんですけど、うん、前にカキーンってなんないんですよ、だいたい下にワンバンしてくるね、なんか微妙なやつね本当にそんなのばっかでなんですけど、まあちょっと楽しいですね、なんかたまにやるとね息抜きになりますし、ストレス発散じゃん、ストレス、まあ僕そんな溜まってないんであれですけど、違ったか、あれこれちょっとやばい、ちょっとやばいが、うわヒースピー優秀、いやうまくない、ヒースピー、そういうわけではない、隣の部屋からなんか物音とかね、まあ、夜なんで、まあ、そういうこともね聞こえるかなとあれ深い話ですこれに関しては本当に深い深い話ですね。さあであれなんだ、キョスケエリゴレ本当にキョスケだけはダメなんですよ、はい、全部溶けちゃうんで、でもまあ、ここでキョスケいたらエリゴレは出さないですけど、キョスケ来なければ逆にエリゴレ行っちゃっていいみたいな、相手デッキすんごいないやそうなんだよね、分かんないでよ、でよ分かんないでよどこの方言聞いたことないけど、分かんないでよ、でもこれはなんだろ、なんだろ、あ、さよならちょっとおい、いやでもあえてこれいい感じにキョスケかわせるみたいなとかある、確かに逆に相手もこれで、あれ逆サイ行ったからこれインフェで抑えられるなっつって、でもあのギャングちょっとどうにもできない、あれいやでもワンチャンヒーラーが無限に回復して戦ってくれるかも、何度も微妙な攻めまあまあまあ、でもまあそんなねフルカウントも来ないでしょ、来たら1回まで耐えたいですね、あえてザップ系さっき使ってこなかった、これがこれどうするの、インドラがいないんか、いるんかい、いるんです、ヒーラーで止めちゃおうかな、単発だとね、そう、あっそれはどうなんだ、やなむっちゃ痛いけどな、まあとりあえずね耐えて。てか逆に、あれ相手なんか使ったよね、あれ。キョスケ切ってるからね。そう、キョスケ切ったので、ああ、まあ、もうあんなん関係ないんですよ。イケギレジレジ、うん、また来ちゃった。イケギギギ、もうゴリ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 ラ。ゴリラ。いや、でも、走れ。早く走れ。逃げろ。あるよ。ん？いや、ヒーラーが生き残るわ。あ、かわいいパンチ。そして誰もいなくなった。かわいそうだな、マジで。焼き鳥みたいじゃん。誰がかわいそうな子や。そこまで言ってないんだけど。言ってなかった。やってえ、まあ、ただただ負けるやん、今日。シンプルに負けそう。ふざけんな、まあ。僕ぐらいになると負けないんですけど、本当に。こうね、いい感じの試合しつつ、しっかりね、勝ち切るっていうのが大事なんでね。こう、チャンスをかかってますね。で、やっぱフルの形を作ると、止まんないんですよ、あれが。フルの形を作るとあれが止まんなくなるので、こう形を作りすぎないって感じですね。お曲こうやってもうこういう微妙な攻めを、これ結構強いやつね。そうこれがね、インドラがぶっ刺さりゲーミング、
ハンティー。これ、なんなら感電して。ん？お、え？いやー。勝つんかい。しかも勝つんかい。勝っちゃいましたね。いや、本当に。エリゴレ関係ないじゃん。今のはですね、こうエリゴレクラの形を組むと組めないって、うん、キョスケで美味しくいただかれるのでね、あんな感じで、うん、これ大事です。てか前半の動きは結構エリゴレを出さないヒーラーダックネの攻めみたいなのも結構大事になってきますね。今のは結構いい攻めでしたね、本当に。普通にいい攻めだった。普通にいい攻めでしたね。というわけで、ライドラ回避します、はい、あ、これメガナイトスケバレだったら勝ち確だな、うん。いやだね、ボムタワーのバレバレ効果使うかもしれない。あ、なえるな。あ、メガナイツはよし、いきます。いや、ダクネ欲しいな。あ、あるわ。え、ヒーラーダクネある。あ、来たわ、パーティーだ。これも全部無視ですね、許容ね。全許容です。無視じゃないです、皆さん、許容です。許容ね、言い方、はい、言い方間違いないね。で、これ相手インドラをしっかりライドラのチェーンに当てたいですね。でもライドラつけちゃえば、つけて、まあ、ヒースピ、まあ、レイジからのでもいいですね。レイジからのヒースピで勝で、背中からね、インドラから、そう、これ焼かれる、これがね、嫌なんですよ。これ焼かれると結構やばいんですよ。マジで。あ、でも、誰殴ってんだ、お前。あれ誰殴ってんだ、インドラ。インドラ、おい、誰殴ってんだ。ちょっと。何を溶かしてたの、あいつは。コウモリとかなるから。ライドラ、マックスで残ってたけど。必死に頑張ってましたね。なので、これは、本当に、ごめんなさい。あ、かわいそう、かわいそう。ごめんなさい。謝ったからいいよね。まあ確かにトントンの謝ったから。ごめんなさい。なさこい無限にできそうだな。無限ギトラが。じゃあラストね、ラスティングね、ラスティング行きたいなと思います。いやー復活しちゃいましたねこれが。いや消えてほしいけどね。正直。俺はそんなこと思わないけどね。やっぱどのカードも平等。あ、ダクネだけは嫌い。あ、使ってた。嫌いなカードしっかり入れとるやん。最近ね。YouTube で言ってんのみんなに、ダクネだけは本当に嫌いですって。あ、そのアンチ、ダクネアンチなんですよって。ジャイダクネ愛用してるからやめてくんない、そういうこと言うの。いや本当にダクネ使ってるやつマジで俺全員本当にね、あんま言葉にできないんですか。あ、言葉にできないけどそれ自分にも跳ね返ってきてるよ今。くさ使ってるから、考えるのめんどいんで出しちゃった。考えることをやめた。エリゴレで一番危ない。確かに、まあまあきつそうなやつ来た。そういうので相手が箱じゃなければ結構いいんですよね。あ、そうな。そう、箱だと、あとはライドラをしっかりこう端っこに出してね。まあまあ早めに出してるし。うん。で、レイジして、遅れてヒースピで、こう箱とかだとやばいけど、ヒースピ、ヒーラー回復。あ、よー、めっちゃいいボイスするじゃん。ワンチャン、ん？耐えた。うん、待って、チェーンで？チェーンで？変わってタギが。これ、事故った、事故った。こういう、これがあるんだよな。あ、これ、柳いらん。よ、いいやな、ね。いいやな、みでした。いいのや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 。よし、折れた。あれ。ふう、いや、いい攻めですね、今のは。今のはですね、非常にいい攻めですね。誰それは誰ですか。誰でもない。さあ、ええ形を組んでいきたいと思います。いや、こっからがね、難しいんですよ。まだ攻めるんですか。まあ、もう、形組むだけです。なるほど。組むだけで相手ボムタワーを置きにくくなるんですよね、こうなると。わかりますか。確かに。真ん中のこともインドで速攻焼けるんで、相手もボムタワー非常に置きにくいと、ね、言ったところで、すごいね、ここから攻めるの難しいんですけど、レイジを添えるだけ気持ちね、エリゴレタクでレイジを添えて、そうですね。で、まあ、一応ファイボ警戒もしつつのちょっと位置を変えて、まあ、コウモリとか来てもいいようにヒースピを置くとコウモリが来ちゃうんですよ。素晴らしいです。そうなんですね。でも相手のボムタワーがいい感じに働くと。で、まあ僕も本当に負けたくないので、ちゃんと矢の雨温存してね、相手のウォールブレイカーに矢の雨を打ちたいなと思います。これは？打つよね、やっぱり。打つよね。まあまあ、急して。でも、これも無視で、もういっちゃうんですよ、僕になるとね。で、角のボムを？もうゴイション。何やだ。で、ヒースピー、ゴイション。ゴイション。ゴイション。いけ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 。本当に。ごめんなさい。ごめんなさい。でもってめっちゃいいボイスされて。だいぶ怪しくなってきた。怪しくなっちゃったよ。だいぶ怪しくなってきた。嫌な雨あるんで、どんな攻めが来ても耐えれる説あるんですよね。しかも、同罪だしね。そうなんですね。逆にカウンターになるみたいなとこありますからね。来た。さあ、これいっちゃっていいやな。これはいける、さすがに。あえてエリゴル出さないみたいなね。本当に？いや出すけど、ここで不意打ちであ来ないんかと思わせて行くぜレイジゴー、かいっつってね、レディゴー。あ、これでこれでひらがかして、やなめでうきせサク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 、うえー、いや俺は本当はこんなことしたくなかったんだよな、マジで。そしてニコニコでエリゴレでみんな倒してやるぜ、
ボコボコにしてやるぜ。まあ言いました、本当にごめんなさい。てなわけでね、ちょっと今日チンパンしたんですけども、はい、いやマジで再復活しましたので、みんなもぜひね使ってみてください。やめてください、楽しいので、ね、広めてください。みんなでエリゴレで暴りましょうと、まあ、いったところで今日ね焼き鳥がね一応無理やり入ってきたんですけども、無理やりじゃないですけどね。概要欄に焼きチャンネル貼ってくんでね、はい、ぜひ見てみてください。なんかあげてます。なんかというわけでお疲れちゃんでした。またね。